残り38秒、もうワンポゼッションずつあるかという状況。スリーポイント決まった。比江島にディフェンスつく。しかし渡辺のスリーが決まりました。やはり渡辺選手をオープンにしてしまうのは。遠藤から渡辺のスリー、3本目立て続け、どうだと言わんばかりの渡辺です。ニカスリーは今シーズン 25% という数字。4本目は来ました。止まりません。エドワーズがスクリーンに来るが、続いてニュービル、キックアウト、スリーは決まった。やはり渡辺だ。このクォーター、イカルが渡辺、ジェレット、エドワーズ、渡辺、もう誰も止められない。